モリソン号事件、晩舎の獄。1837年、アメリカのモリソン号が、遭難した日本の船を助けました。その日本人を送還し、その代わりに日本と通商しようとしました。しかし日本は鎖国の真っ只中。幕府は異国船打ち払い令を出し、外国船を追い払った。なぜ追い払ったの ?1、キリスト教徒が増えてきたので強化しようとした。2、幕府としての力が弱まってきており、外国との貿易を独占したかった。しかし革新的な蘭学者たちが外国を打ち払うのはどうか、と異議を唱え始める。保守的な儒学者が多い幕臣は、彼らを嫌っていた。それを聞いた蘭学者中のメンバーたちも、ずっとこのままで良いのか、いずれ外国に攻められてしまうぞと、幕府を痛烈に批判します。そして幕府は彼らを次々と逮捕します。これが、晩舎の獄。その後は皆さんも知っての通り、渡辺崋山、高野長英らが捕らえられ、獄死しました。